クレスホーカン・アーン・ショーは、スウェーデン出身のテノール歌手、ストックホルムの出身。地元の市範学校に進学したが、エリック・セデーン、アクセル・ュッツ等に声楽を学び、マックス・ロレンツの訓導も受けた。1969年に、ストックホルム王立歌劇場で、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの魔キで、タミーの役を演じて、歌手としてデビューを飾り、 1973年まで同、歌劇場の歌手として活動した。1973年から、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場に移籍。1975年には、ケネディセンターでのアンタルドラティの式による、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの式の上演に参加して、アメリカデビューを飾った。メーシー・ローラ、ザグローブ・ブック・オブ・オペラ・シンガーズ、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、 3から4、ISBN9 兆7801億9533万7655、億力9億147万498、クラス、カンオンスホデ 3KGL、テンダー。2018年7月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年7月12日閲覧。ありがとうございます。